五井駅は、千葉県市原市、五井中央西と五井中央東にある、東日本旅客鉄道、小湊鉄道の駅である。駅、西口付近の円形、多くのビルが立ち並ぶ所在地は、JR 東日本が五井中央西2丁目、小湊鉄道が五井中央東1丁目である。市原市の中心部、五井地区に位置し、市原市の代表駅ともなっている。 内房線内の中間駅では最大の利用客を誇り、特に朝ラッシュ時の内房線のボリ列車は当駅で満員状態となり、当駅蘇我間で非常に混雑する。市原市内にはゴルフ場が多く存在するため、東口広場は朝の時間帯にゴルフ場の送迎バスで混雑する。特に東京駅からの特急、サザナミ号が到着する。時間帯に集中する。 JR 東日本の内房線と小湊鉄道の小湊鉄道線が乗り入れており、接続駅となっている。小湊鉄道線は当駅が起点である。当駅は両社の共同使用駅となっており、JR 東日本が駅を管理している。JR 東日本の駅は、1912年3月28日の木更津線、蘇我駅や根ヶ崎駅間開通と同時に開業した。同線は、 安房北条駅まで開通した1919 19年5月24日に北条線と解消し、1929年4月15日に暴走線に編入、1933年4月1日に暴走再線として分離した後、1972年7月15日に内房線に解消された。その後、国鉄分割民営化を経て、現在に至る。一方、 小港鉄道の駅は1925年3月7日に、当駅、里見駅間開通と同時に開業した。1926年9月1日に、月崎駅まで延伸し、1928年5月16日には、上佐中野駅まで全通した。当駅の所在地である市原市には、市の名前そのものを冠した駅がないことから、五位駅を市原駅、 市原中央駅、市原合意駅のいずれかに解消しようという運動が何度も起こっている。2010年に市原市が3年に一度実施している市民意識調査の結果によると、駅名変更をすべきかという問いに、思うは25.4%に対して、思わないは63.7%となり、思うの回答は前回調査から2.7%下がったことから、自治体から、 駅名解消への具体的な動きは中止することになった。市原駅に関しては、地名としての市原に近い八渡宿駅でも、市原駅に解消しようという運動がある。また、島の地区への新駅設置運動の中で、島の駅と並んで新駅の名称候補に上がったことも、ある。なお、かつては、火事屋線に市原駅が存在しており、京都市左京区には、 永山電鉄の市原駅が存在する。JR 東日本と小港鉄道がそれぞれ島式ホーム1面2線を有し、軽2面4線を有する地上駅で、京上駅舎を備える。乗り場に付けられた番号は、西口方向から見て順番に1番線、2番線、3番線、4番線となっている。ホームは JR が15両編成対応。 小港鉄道は4両編成対応となっている。JR 東日本の直営駅であり、緑の窓口、自動改札機、自動券売機が設置されている。また、管理駅として、内房線の浜野駅、八渡宿駅、姉ヶ崎駅を管理している。2009年1月15日に改札口と1.2番線ホームに発車標が設置された。ホームの中下部は、ジェフユナイテッド市原。 千葉のコーポレートカラーである緑、赤、木の3色に塗られている。現在、コンコースの改良工事が行われており、改札外自由通路の幅が一部狭くなっているほか、緑の窓口と自動券売機の位置も西寄りに移設された。小湊鉄道のホームへは駅舎から古戦橋が伸びる。小湊鉄道ホーム入り口にはスイカで、小湊鉄道線へ乗り換える乗客のために、 簡易水化改札機が設置されている。このほか機密型にも、旧駅舎時代のものをそのまま使用した、JR 線、小港線を結ぶ連絡湖線橋があったが、老朽化のため2015年9月30日をもって閉鎖された広報に、この湖線橋の JR ホーム側にも、簡易水化改札機が設置されていた。現在、JR 東日本と小港鉄道は、 改札を共有しているが、国土交通省関東運輸局の業務、監査報告書によると、将来、改札分離を実施する予定がある。東側に、小湊鉄道、五輪機関区の側線が多数あり、夜間大白やラッシュ時向けの車両などが留置している。この様子はホームから見ることができる。小湊鉄道線独自の割引乗車券類や乗り換え客向きの乗車券は、 連絡古線橋場の食券型自動券売機及び、出荷札窓口で発売しており、古泉強化にある事務所の窓口では、小港鉄道の駅員が同車線の定期乗車券、グッズ等の発売をしている。ホームでは発車ベルを使用している。近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り、五位駅東口開発も山椒市原市の中心地に、位置し、駅西口周辺は、 オフィスビルやマンションなどが多数あるペデストリアンデッキはサンプラザ1原とつながっている東口は2007年から5位駅東口開発により大型複合商業施設、高層住宅地、数ズさらしな公園などの整備が行われ2013年に完成した駅東西にはタクシー乗り場とバスターミナルがある 市原市役所は小湊鉄道線のカ佐村上駅が最寄り駅となっているが、徒歩約20分と距離があるため、当駅からのバスでのアクセスが便利である。当駅からは徒歩約40分。発着が多い小湊バスはおよそ2年に一度ほどダイヤ改正を行っており、発着口変更や廃止が伴うため利用には注意が必要である。商業、複合施設、サンプラザ、 市原スタジアム市原、緑地運動公園臨海競技場学校行政、公共関連施設銀行、郵便局ホテル高速バスと、路線バスの乗り場があり、小港鉄道、京浜急行バス、小田急シティバスによって運行されている。姉崎、八幡田塾方面などへの路線バスが発着し、小港鉄道によって運行されている。市原臨海競技場への臨時バスも発着する。 平和交通バスによる運行。東日本旅客鉄道内房線通勤快速、快速、快速、普通八幡宿駅、五井駅姉ヶ崎駅、小港鉄道、小港鉄道線、五井駅和佐村上駅駐車区、編集出展、編集広報資料、プレスリリースなど一時資料、編集 JR 東日本の2000年度以降の乗車人員千葉県統計年間。 ありがとうございます。